モノマネ芸人、プロ歌手、天才キッズが挑む前代未聞の過酷なチャレンジ。音程バーを外さず歌いきれ、激ムズカラオケ。前回の放送では歌唱力自慢の実力者たちが挑むも、アウト、音程バーをことごとく外してしまい次々と脱落。あー、くそ。しかし今夜ついに成功者現る。出される難曲をどんどんクリアせよ。続いての挑戦者は音大卒の本格派モノマネ芸人、ともか。歌唱力とモノマネ両方を武器に難曲メドレーに挑む。レベル1は人気ドラマの主題歌で話題となったMISIAの名曲愛の形。終盤に訪れる3連続階段を無事登りきれるか。続いてどんどんいきますよ。続くレベル2のレッドイットゴーも、風よ吹け少しも寒くないわ。クリア。続いてレベル3でスタンバイお願いします。カツラが欲しいです。すいません。ともか、これまで何人もの挑戦者たちの行く手を阻んだレベル3の壁に挑む。曲は激ムズ指数87、鬼塚千尋、月光。歌い出しから激しいアップダウンが続く難曲。ともか、レベル3の高き壁を突破できるか。続くレベル4も鬼塚千尋でめまい。あなたはどこまでもって狂うて泣きたいくらいに、わかるから、わかるから。クリア。やりました。そして前人未到の決勝チャレンジ進出をかけ挑むのは、激ムズ指数93、スピードホワイトラブ。難所は急激な高音ジャンプから連続する極小バーのアップダウン。成功すれば初の決勝チャレンジ進出。みはるさん、いかがですか。いや、カツラを変えて営業を見てるようで楽しかったです。ちょっと